皆さん声聞こえてますかねえー、すいません大変お待たせしておりますニコ生深堀り TV です。あようやく画面の方が切り替わりましてユーザーの皆さんにも、えー、今ズームでの画面を見ていただいていると思いますあ、声が来た聞こえます見えましたでコメント来ておりませんありがとうございますえー、大変お待たせいたしました20分ほどの、えー、遅れての開始先に言っときますが宮台さんの遅刻ではありません、えー、ニコ生深堀 tv お待たせしました mc を担当しますジョですよろしくお願いいたしますえー、お待たせしてしまったんでシャーいろんなコメント来てますね来た、えー、ok ということで声とか大丈夫ですか皆さんこあの声の調子 人が聞こえてますかね？大丈夫そうですね。それでは、あの早速、今日の出演者と今日の内容を紹介していこうと思っております。まずはレギュラー出演人、今日金沢から帰ってきたばかりだと思います。ラッパーのダースレーダーさんです。こんばんは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。金沢いかがでございましたか？ いやあのズームだとね、認識してなくて、ズームだったら金沢に残ってればよかった、ね。ごめんなさい。<laughs> 結構慌てて帰ってきたんですけど。申し訳ないです。いや、でも、あのーはい、いろいろ、二十一世紀美術館のイベントだったんですけども、うん、なんか、あのー、面白かったですね、いろいろ。そうですか。なんか、金沢はこの後あと、のー、いろいろ時短になるということで。8時までっていうのが、うん、もう昨日までが、 ええー、通常営業みんなしてたんですけどもはいあきょう今日の夜からかな今日の夜から三月の七日までが時短になるということで、うん、なんかまああの感染が判明している人の数がちょっと増えてるらしいですね <laughs> そういうことですかはいえー、そしてもう一方レギュラー出演人社会学者の宮田真二さんです宮田さんこんばんはよろしくお願いしますこんばんはい、よろしくお願いしますはいえー、先週に続き今日もメガネでのご出演花粉症つらいですか大丈夫ですか めちゃめちゃ辛いですね。<laughs> 今日とすごい大変で、<laughs> ではい。花粉症系のね、じんましんまで出ちゃってあ、まじですか、はい、今日はすごかったですよ。もう、はいね、あのぐしゃぐしゃになっちゃって、うん。なんか大変なことになりました。大変なことになりました。そうでございますか。はい。えー 声がちょっと聞こえにくいってコメントがたまに来ますがもし聞きづらいとかなんかあればコメントで書いてください拾って調整もいたしますさあお待たせいたしました今夜のゲストです、えー、この本読んだ方多いと思いますが人申請の資本論こちらの方がですね、えー、新書大賞2021を受賞いたしました、えー、経済思想家で大阪一律大学大学院准教授の斉藤光平さんです斉藤さんこんばんはよろしくお願いします こんばんはよろしくお願いしますすみませんお待たせしてしまいました申し訳ございませんでしたいえいえいえどうもどうも今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします僕はあの斉藤さん今日初めてお会いしますし宮台さんもダースさんも斉藤さんと初絡み初めましてですはい おお手柔らかにお願いします、えー、20万部だったよっていうふうにコメント来てますけどもこれで出す時ってこんなに売れるって予想してたんですか斉藤さん。いやしてないむしろボコボコにみんなにいじめられるんじゃないかと思ってたんですけれど割とあの多くの人に本当に手を取っていただいて、はい、新書大賞もいただけたりして、えー、あのやっぱちょっと時代の天気をこう。 なんかみんなで作っていけたらなっていうそういう始まりにな,んかなればいいなっていうふうに思ってますねなるほど、えー、ちなみに宮田さんとダースさんはこちらの本お読みいただきましたか、えー、はいそちらも,もちろん読んだし100本も,も拝見していますので初めて会った気はしませんはい、えー、斉藤さんがおっしゃったことにつなげるとねやっぱマルクス主義に関わるやっぱ世代交代がかなり進んでいて特にあの読者層についてはね もうほとんど初めてマルクスについて聞く方が多いんじゃないかなって思うんですね。うん、なので、お前それ違うだろうみたいな反応はむしろすごく少ないっていう感じだと思いますね。はいそうですか、うんはい、僕が古いことについて書く場合、ほとんどやっぱりそうで、みんな知らないので、なんか結構ですね、手応えがないなって感じを抱いたりすることもあります。なるほど うんえー、僕は1968年生まれの早稲田大学卒業なんですが大学に早稲田を目指したきっかけというのは何を思ったのか、えー、世の中で革命を起こすぞと思って大学に入ったらですね、まあ、すっかりその革命の日は消えていて、えー、その僕は、えー、共産主義宣言というのを,共産主義宣言を読んだんですけどもその時にこれがこれはもう終わってしまったのかという,なんかこう悲しい思いをしたのも20代19歳か、えー、今でもなんかこうほろ苦い思い出として残っているんですがたださん 人のの資本僕もなんかね、それこそ今の宮台さんの記憶の話もそうなんですけど、まあアメリカの社会民主主義的な動きとかも、うん、やっぱりある種あの、アレルギー、まあ僕なんか、そもそもあの年上の人がなんでそんなにその共産党がとかっていうのを嫌いなんだろうっていうのを、多分思い始めたぐらいの世代だと思うんですけど、40なるほどで。 なんだろうそこらへんが一新されていくっていうのと、さっき斎藤さんが言った、まあ、なんかその時代の天気っていう意味では、まさにそれがテーマの本だったりもするので、あの非常に機運っていうのが何、何かをあのやっぱり求めているっていう気持ちが、まあまあ、僕もそうですけど、いろいろこう肌感覚としてあるんだろうなっていうのが、すごいベストタイミングな,な本だったと思いますね。なるほどね。斎藤さんは、えーと、1987年生まれなんですか。そうですね 僕は <laughs> <前>だから本当にそういう意味で言うとソ連とかっていうのはまあ物心をついた時にはもうないので、はいええ、ある意味では本当にそういう意味でソ連を知らない世代がこう30年経って一回りしてあと私の場合はあんまり日本の大学とかにも行ってなかったので、ええ、割とこう日本の論争ってめちゃめちゃあるんですよねやっぱ日本のマルクス研究ってすごい分厚くて、うん、まあそれ自体はあの本当に。 世界に誇るるべきものでではあるんですけれどもなんかそういうのでこういろんなイメージ「うん、宇野派」とか「広松渡るとか「体に公人」とか皆さんそれぞれ持たれていてだけどまあちょっと少しそういうのと違うあのなんか新しい世代の本当にフレッシュな逆に言うとでもそれぐらい21世紀やっぱり資本主義自体がある種行き詰まっていてこう社会でみんなが閉塞感を感じている中で今年コロナもあってもうめちゃくちゃみたいな状況の中で。 まあ少しこう資本主義を相対化するような形で別のもっといい未来をみんなで思い描こうぜみたいなメッセージが割とこうポジティブに受け入れられてるなっていう気がすごいしてますね。なるほどね。斉藤さん自身はそのマルクスを研究しようと思ってきっかけってそもそも何だったんですかまあもともとはやっぱり大学入ってそれこそベーバーとかヘーゲルとかいろいろ読んでたんですけれどもやっぱり僕が大学入った頃って2005年なんでまあリーマン・ショック前で。 うん、日本であればやっぱり非正規の問題とかもあったし僕はあの大学アメリカに行ってたんですけれども、はい、アメリカでこうハリケーンカトリーナとかあったりして、えええー、春休みにこうボランティアとか行くんですけど、ええ、まあ行ったんですけどやっぱりそういうとこ行くともう黒人の人たちの貧しい家っていうのは全然もう相変わらず車もひっくり返ってるみたいなそういう状況だったりするのを、まあ、見る中で、まあ、やっぱりこうアメリカで一部の人たちはまさに今の。 トランプの時代までで続いてるわけですけすどやっぱり格差みたいな問題に直面する中でこうやっぱもう格差に、ね、なくしちゃおうぜみたいな、うん、そういうこう割とピュアなあれだったんですけどまあそ原発とかもちょうどあって、えー、割と関心がエコロジーと環境問題に移っていく中でまあマルクスと資本主義とこう階級とエコロジーみたいなのが今こうギュッと集まってきたのがまあこの。 本かななっていう感じです、ね、なるほどあの今日のお話入っていく前にまずちょっと一発アンケート取りたいと思うんですけどスタッフ出ますかね一番最初のアンケート今日の見ていただいている皆さんこちら斉藤さんの「緊張人申請」の資本を読んでるかどうかというのを、えー、調査させてください。まあ,あの 最初の方のコメントでね、本読んでないから全然話についていけないかもというのはあコメントであったんですけど、読んでない人にももちろんあの今日は楽しんでいただこうと思ってますし,し、読んでいる方はなるほどなというまた再解釈にもつながっていくのかな、再発見にもつながっていけばそんなふうに思っております。えー、斉藤さんの近張でございます。人申請の資本論えー 新書大賞2021も受賞したこちらの本皆さん読んでますかアンケート1読んだ2未読3読み途中ということですがアンケートの結果早速見てみましょうかね。 はい、今日ののユーザーザさんのこんこな感じです、えー、読んだ方が31%あ半分の方はまだ読んでいらっしゃらないということでそして読み途中が17.5%ということです、えー、ですのでまあ7割ぐらいの方がまだこの本全部は読んでないということになりますので多少解説もしながらとは言ってもこの番組あの大学の講義ではないので決してこうお勉強チックにならずに、えー、3人のパネラーの皆さんに自由に発言していただきながらその辺の 後輩東さんでいうとこの後輩も楽しんでいただければなと思っております。えー、ちょっとですね斉藤さんまずでも読んでない方も結構いらっしゃるので皮切りに改めてその人申請って何ぞやっていうお話そして、まあ、現在の私たちの置かれている状況立ち位置みたいなもの、まあ、本の冒頭の方に書いてあるんですけどその辺をちょっとお話ししていただくところから始めていただいてよろしいでしょうか。はい、はい 人申請っていう言葉あんまり確かにこの本読んでない人だとえな何の意味って思われる方もいるかもしれないしあんまりまだ一般では聞きみなじみのない概念で、まあ、人申請って言ったりもするんですけれども、ねはい、まあこれ地質学の概念なんですね。うん、でパウル・クルッツェンっていう人が、まあ、あの21世紀に入ってからその今の地球上もうどこを見渡してもその地球上の表面一番最新の地層言ってみたら表面っていうのは もう人間が作り出ししたたものにによってて完全に覆われいいるとうことを指摘したんですね。で、はい、例えば道路であるとか家であるとか、まあ、農地もそうですしダムゴミ捨て場で、まあ、海を見渡したらプラスチックが浮いてるし、うんまあ、ほまあもう言ってみたらマイクロプラスチックなんて南極や北極にもいってるしっていうことを考えるともうありとあらゆるところに人間のこう活動の痕跡がうかがえてしまう。だからまあ彼は 今の地球上の時代っていうのは関神性っていうのはもう終わりで人間が作り出した地層によって終われているから人神性っていうふうにまあ名付けたんですよね。でこれ自体はまあ普通のそういう地質学的な概念だったんですけれどもあの今これがもうそういう自然科学だけではなくて人文科学や社会科学の人たちによっても非常に活発に論じられるようになっている。でまあ、そのの理由の一つが まさにこれグローバル化がグローバル資本主義が本当に行き着くところまで行き着いた状態を極めてよく表してるわけですよね。うんうん、でただそれは同時に問題も引き起こしていて、まあ、資本主義っていうのは絶えずこう膨張していって経済成長していくシステムだとすると人申請の時代っていうのはもうそういう新しいマーケットとか新しい資源を獲得したり新しい安い労働力を探し当てるようなこうフロンティアがもう なななくっってしまったような時代ででもあるわけですでそうなってくるとあのもう地球全体が資本主義によって覆われてしまった結果、まあ、いろんな問題が私たちの生活に跳ね返るようになってきてる例えばですね、うん、今までだったらこう先進国は安い労働力とか安い資源っていうのをじゃんじゃか取ってきてですね、まあ、中国とか南米とかアフリカとかで資源開発とかして安い工場を建ててなんだか安いものを作ってきたわけですけども。 もうそういういのもなかなななかかできなくなって中国も経済成長してブラジルもインドも経済成長してくるとかなでもうそうなると行き詰まってきてもう日本の労働者たちさえも,もう安く使おうっていうふうになってきちゃうし、うん、で今までだったらゴミとかもいろんなものは途上国に押し付けてきたけれども。うん 二酸化炭素が一番分かりやすいですけどもう二酸化炭素ってじゃんじゃかやってると最終的にはそれがスーパー台風であるとか、はい、まあ豪雨であるとか今アメリカだったらテキサスってすごい雪降ってますけどああいう気候変動っていう形で、はい、もう先進国においても山火事が起きたりいろんなことが起きるようにまあなってきてしまっていてあのそういう意味でいうとまさにフロンティアが消滅した結果もう地球上のどこに住んでいようともさまざまな形で。 その資本主義がもたらした否定的な破壊的な影響っていうのが現れるよう、まあ、コロナもそうですけれどもこういうのをまあ止めようとするんでやっぱ何でもこれやっぱやばいじゃないですか気候変動もそうですけどコロナもやばいですこれもどっかやめようとするんであれば、はい、この無限にこの有限な地球上で無限の経済成長を求め続ける資本主義っていうシステムに緊急ブレーキをかけなきゃいけないんじゃないかっていうのが。 まあこの本の本大まかな主張ですねなるほどね。まあ地球にあるその資源余白みたいなものを使って我々はずっとこう富を蓄えてきたわけですけど、まあ、その余白がなくなっちゃったフロンティアがなくなっちゃったと。でその結果がまあ今自然破壊の波みたいなところに来ているんでまあいろいろ確かにえ我々えここ最近で言えばえプラスチックのバッグを使うのをやめるとかエコバッグをするみたいなこととか、まあ、SDGs なんて言葉もありますけどいろいろやってるけど根本的に えー、この状況をリセットするんであれば、まあ、資本主義を一旦降りてちょっと違うことをやんないといよいよもう地球はやばいよっちゅうことっていうことですかね。 だ、ねまあ、まあ結局ちょっと環境にいいことしようぜぐらいの話だと、はい、まあグリーンウォッシュって言いますけど結局じゃあ環境にいい商品だから2個買っちゃいないよみたいな話になったりだとかして結局我々どん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 まあ同じように消費するようになっていってしまって、まあ、それはでも経済成長っていうかまあ資本主義っていうこうやって膨張し続けるシステムにとってはいいことなわけだけれども、まあ、それをやる限りではこの問題の本質は解決しなくて結局どこかで。 地球とか、まあ、人間が究極的には乗り越えられないような限界、まあ、プラネタリーバウンダリーっていうんですけど、はい、地球の限界をあの今人間は突破しようとしているとそれをやっぱりやめようとするんであれば、まあ、どこかでタルを知るようなシステムに移行しなきゃいけないんだけど、うん、資本主義ってタルを知るシステムになれないわけですよ、ね、無限に膨張していくんで永遠の運動な永遠の運動それを下りない限りは えー、このゲームから我々は降りることができないということなんですが、えー、宮台さん今のところで何か、えー、付け足したり宮台さんなりの解釈あればお願いしたいんですけどいかかがでしょうか資本主義って何なのかって多分みんな分かってないんだと思うんだけどもともとはね貨幣を増殖させるための貨幣っていうね貨幣の再規制がポイントで貨幣を増殖させるためにもともと。 そういう労働や土地場合によっては環境その他、えー、人々の感情の働きそうしたのを全部市場化していくっていう動きだよね。貨貨幣幣を増殖させるための貨幣というふうな貨幣の使用法の,法のためにありとあらゆるものを市場化していくっていう動きが。 まあ資本主義だとということなんですよね、うん、であの一般に市場全体がいいか悪いかっていう話とその斎藤さんの定義のとはちょっと違っているってことがまず重要でねあの手法市場を否定すると資源配分を組織、まあ、行政官僚制を使わなきゃいけなくなるんだけどそれは直ちにスターリニズムってことになってしまうのでそれは基本無理とすると。えーその あのさっき斉藤さんがおっしゃったことをあの、まあ、別の言い方をするとね、まあ、一番最初に1920年代にマーケットの限界、市場の限界っていうのが知られたんだよね。で、それはあの基本的には、えー、その新規需要はもうない、買い替え需要をジャッキするしかないっていうところで、ジェネラル・モータースのご存知のような、えー、なんだっけな、モデル・チェンジっていうですね、うん、そういうビジネスモデルを作るようになった。でその後70年代ににはロゴマークラブによる あのまあ、基本、えーまあ、資源の限界って言われるようなものが築かれてでその後直ちに環境の限界っていうものも議論されるようになったっていうそういう流れがあるんですよねつまり、あのー、斉藤さんの本にも書いてあるけどあの資本主義的なメカニズムって基本あのこう何かを頼っちゃってるんだよね。自分たちで守る、うん とかですね自分たちでそれを作り出すっていうマインドがないまま自然をただ使うとかねあるいは人をただ使うとかっていうことをやり続けるんですよねでその結果分かりやすく言うとその結果どんな副作用副反応が生じるのかってことについて 無頓着それを斉藤さんの本では、まあ、外部化っていうふうに書いてある経済学の言い方だとあのマーケットメカニズムっていうのはあの資本主義かどうかに関係なく一般にあのいろんな問題を外部に移転して放課後にするっていうふうにしがちだっていうことがあるんだけど資本主義のもとではそれがますますすごく進んじゃっているっていうことがあるっていうことですよね。 若いい皆ささんがつてててきてくださってるのかかどう,かそうです、ね、今までのところどうですかあの分かんないところあったらそこ分かんないってコメントで書いてください今日はの最終的にはまあそれも難しい言葉になっちゃうんですけどポスト資本主義新しい社会の在り方なんてちょっと大冗談なタイトルをつけてましてまあ簡単に言うともうこの気候変動も含めて俺たちやばいんだから何か新しいことそろそろ始めないとグレートリセットしないとやべえだろっていう話なんでその仲間を集うみたいなところもあるんで一人でも多くの方にこの話分かってほしい なと思いますすすすが分かかりやすいでで大丈夫ですかまだいけるま。まだいけてるそうです。ク <laughs> リアに理解してます。おさらいみたいな感じ。まあ本読,読まれてる方はね、えー、そんなに新しい話じゃないより。今のところはそうです。今のところはまだあのそういう面では、この本の内容のおさらいでもありますが、今のところ大丈夫そうですよ。はい。うんじゃあもう少し話進めていいお願いします。<の>はい。 市場の限界資源の限界環境の限界のあと、うん、最近の文章では感情の限界っていうのを考えているんですね、うん、でそれはあの僕が人間的な存在であるがゆえにね阻害に対してまあ昔だったら阻害と言われたものに対してねえー、怒りを感じたり、えー、不全感を感じたりして立ち上がるだろうっていうふうな前提が あったととすると、えー、それをそう簡単には鍛えなくできなくなったっていうぐらいにまであの資本主義が我々の感情にも食い込んだっていうふうにもちろんそれ自身はねマルクスが十分に予想していたことでもあるし、まあ、ウェアーバーもハイデーガーもみんなそういうことを予想していたわけだけれどあのまずあの問題僕があの、えー、考えている問題あるサイトをこう閉鎖と議論したい問題 っていうのは、うん、い古典的でね、うん、例えばあのフランス革命の30年ちょっと前ぐらいに、まあ、アダム・スミスとジャン・ジャクルソーっていう2人の人物がそれぞれ経済と政治の領域でほとんど同じことを言ってるんだよね。うん、でそれはアダム・スミスであればあのマーケットはその人々がセ、まあ、ンパシーです、ね、あの同感能力を持つ場合のみ見えざる手を働かせるっていう言い方だったり ジャンジャク・ルソーであれば、人々がピティエですよね、まあ、これ、ピティピエタ、な、ま、んでもいいんだけど、哀、まあ、れみってやると、なんか仏教的になっちゃうから、正確に言うと、ある政治的な決定がなされたら、みんながそれぞれどういう目にあってってことが分かって、そのことがそういう気になるっていう状態を必要としてるって言ったんですよね。つまり、えー、僕らが当たり前だと思ってる資本主義的な市場経済も、 まあ政治的ないわゆる民主制っていう制度も人々の感情的な前提が壊れないようにしていかないとだめだと。で、スミスも、えー、ルソーも放っておくと、えー、市場が感情的な前提を壊すし放っておくと民主制が感情的な前提を壊すっていうふうに考えていたんですよね。で、なので、まあ、例えば今の日本のね あるいはアメリカの、まあ、Q アノン、J アノン、あるいはそれ以前からのいろんな妄想的なね、うよぶた現象とかって見ていると、本当に問題はあのかなり深刻になっていてえ、ここに集まってくださっているようなねあの皆さんと、えー、昔の在特会に集まっているような、あるいは高須さんに連なっているような人たち、あるいは地球平面説論者とか <laughs>、ね、あるいは Q アノン論者とかって、ほとんど話の対話の可能性がなくなっちゃっている。 っていうことをどうするのかってことをねちょっと長期的に考えなければいけないっていう立場なんですよねなるほどまあ、はい、地球環境もやばいけどそこに住んでいるまあ人間の感情が人間そのものが相当生き物として劣化してやばいぞというご指摘だと思うんですがちょっとですねこのタイミングでアンケートもう一発取らせてもらっていいですか スタッフの方で3番のアンケートを出していただければなと思いますが、えー、まああのこちらの人申請の資本論はまあ、マルクスを使ってまあ、気候変動の話を主にこう切っていってるんですけど、まあ今見渡すとですね気候変動に限らず気候変動それから格差社会、分断など、えー、まあ、いろんな問題が横たわっています。でそこに対してあのまあ、いわゆるこう簡単な処方箋というのはそれぞれえ各自がやったりとかまあ、いろんな自治体がやったりとかそういうことはしているんだと思います。 ますがどうも根本的なな解決に行きいいてない気がします、えーまあし日福島第一原発の構内の取材をしてくるんですけど、まあ、それにあたってこの10年何が変わったんだろうということを考えると、えー、何か変わったような気がするしあの頃にこう突きつけられた問題なそのまんまだなみたいなところがあるんですがさあそんな話をしているうちに3番のアンケート出ますかね。えーうん 用意しているアンケートはこちらです、はい、気候変動、格差社会、分断いろんな問題がありますが皆さん、どうですか構造的な改革が必要だと思っていますかというちょっと質問をさせてください1、必要だしそこに希望を感じコミットしていきたいというのが1です2、必要だと思うが改革は無理なのでコミットしないです。えー 2は必要改革は構造改革必要だと思うが改革は無理なのでコミットしないと3構造改革別に不必要であると4わからないというこの4つの選択肢から選んでいただければなと思います、えー、気候変動格差社会分断など今さまざまな大きな問題が私たちの前に横たわっています。えー 大きな構造改革が必要か一必要だしそこにコミ、えー、そこに希望を感じコミットしたい二必要だと思うが改革は無理なのでコミットはしない三必要四分からないですさあどうでしょうかねまあ今日見てくださっている皆さんは、えー、半分ぐらい三、えー、割ぐらいの方も本を読んでくださっているので、えー、そういう面ではこ意識を皆さん持っている方多いのかもしれませんがアンケートの結果はこちらですはいあでも希望を感じてコミットしたいと いう方は多いですね必要だと思うが改革は無理というまあ,あ分かっちゃいるけどそれは無理でしょうとそれから不必要という方は2.2%分からないという方は5.2%です斉藤さん今の数字見ていかがでしょうかそして宮台さんのお話も受けて斉藤さん的にいかがでしょうかあでも,もしこの本を読んでそのやっぱりなんかあんまり 大変なことは何となく起きてるかもしれないけど自分たちに何もできないんじゃないかとか、まあ、やっても無意味だよねっていうふうに、まあ、ある種のそういうニヒリズムとかシニシズム霊娼主義みたいなのってこの間ずっと特に日本ではすごい感じていたんですけれども、まあ、今日そういうシステムも変えていかなきゃいけないんだっていう方が。 この本をまあ読んだかだけか分かんないし、まあ、もしくはし最近やっぱりグレタ・トゥーンベリーとかもそうだしアメリカだったらブラック・ライブズ・マーターとかも含めてやっぱり自分たちでこうボイスアップして社会を変えていこうっていうポジティブな面もすごいなんか日本にいてもニュースで伝わってきて、あのー、やっぱ声を上げなきゃいけないんだっていうのがなんかこう一部の今までよりも多くの人たちにこう広がってるっていう意味ではなんかすごい私自身もちょっと希望を日本にも見出したいななんていうふうには 思ってはいるんですねでただ他方で今宮台さんがおっしゃってたみたいに、まあ、問題はそこにあるのは分かっていてもその全くうそういう話が通じないような人たちが、まあ、出てきてしまっているでそれは特に SNS とかまあネットのこう発展によってもう本当に自分の見たい情報だけ Google とかで検索すれば。 チョコレートを食べながら痩せる方法とか何だって検索したって出てきちゃうわけですからまあそういう形で自分の好きな世界だけを見ながらしかもそこに同じような人たちが少なくとも何人かはいるんだっていうのがこうできて安心してそこの狭い共同体の中にこう閉じこもってしまう人たちがこう大勢いるっていう状況で,でもうその島国同士でこう全然橋がかかってないので分断されてしまっているっていう状況がやっぱり最近ますます強まっているなっていう気は日本でもしますよね。 うん、で,でもまあそういう意味で言うと結局民主主義をまあ機能させていくためにはやっぱりスミスでいうとこの同感能力とか、うん、そういうやっぱりこう同胞だって思う力が必要だって話はまさにおっしゃる通りだというふうに思っていて、うん、マルクスでいうところのやっぱり結局コモンズっていうある種の共同体的なものが資本主義の発展とともにこう解体されていって結局まあマルクスの時代で言えばそれが貨幣っていう。 まあ別にああ見知らぬ他人とこう商品をやり取りする際には別に相手がどういう礼儀に従ってるかとかどういう共同体に属してるかとか全くこう考えなくていいわけですよね。でそういうドライな関係っていうものにこう置き換えられていく中で、まあ、私たちはどんどんこうバラバラな個人になっていくっていう話をまあしてるわけですけれどもまあだからそういう現象っていうのは18世紀19世紀ぐらいからずっと指摘されてはいるけれどもやっぱり歴史的に見てもこれほどまでに。 ただそれが後向か化されてるだけならまだしもなんかすごい間違った方向でこう、うん、今は変な島国になりつつあるっていう状況をやっぱりどう変えていくのかっていうのはちょっと今日、まあ、今後この後宮台さんとも一緒に考えていきたいななんていうふうには思って僕の長い人生から言うとね80年代前半に出てきた、まあ、イタリアのね、まあ、スローフード運動由来のスローライフ 動きとかあるいはその後ですねあの、まあ、特に0年代2000年代に入って顕著になった、まあ、デンマークその他の国々でのですね、まあ、エネルギーの,あの、まあ、共同体自治のような方向性。えっと、さっきの あのスローフードっていうのはオーガニック食べましょうっていう運動じゃなくてもともとはあの食の共同体自治をしましょうっていう運動なんだけどそうしたものってかなりの成果を上げてきているんですねでしかもあのその意味で言うとその斉藤さんがご本人お書きになっているねある種のあ、まあ、マルクス的なアサイ最初ニズムですよね、うんうん、ではそれしか処方箋はそらくないなってことはもう分かってきただからその意味で言うと えこういう社会になれば良いのだっていうことはあのかなりもう分かっている気がするんですね。で、うん、それは以前何だろうあの冷戦体制が終わったっていうか東側がね終わってしまった時にもう資本主義しかないんだよねみたいなフランシスクエアみたいなねそういう発想をする人っていうのはあのむしろ今いなくなっていて、えー、基本資本の暴力的な運動にどういう風うに風をはめるか。 っていう場合、今、アソシエーショニズム、これ、後でまた斉藤さんに説明していただくときに、そういうたがをはめる方法があの現実的にあると、で現実的にたがちゃんとはまってきてるっていうね、実績もあると、えー、そういう問題をベースにしてあの、じゃあそれをどうやってマクロにね、社会に実装していけるのかっていうことが多分課題になってるんですね。うん、でその点で言うと、2011年にね、あのまあ、大震災が起こって、 で原発が爆発したので、ですねおそらく日本でも世界でもいいチャンスだということで、あのまあ、エネルギーの共同体自治から食の共同体自治へっていうふうにして進めていくっていう方向性を模索して、で、えー、斉藤さんの本にも書いてある、ですね、まあ、あのデンマーク発の、ね、コンセンサス会議、その科学者のパネルっていうのをみんな聞いた後市民が最後は決めると科、科学者には決めさせないっていう方法であるとか。 あるいはこれはアメリカ発の、ねまあ、ジェームズ・フィッシュキンという人が言ったことだけども、熟、え、議、ーまあ、付きの、まあ、レファレンダムあの、住民投票、国民投票みたいなものですよね、えー、ファシリテーターがいて、えー、声がでかいものだけがですね、えー、意見を通していくようなやり方を排除した形での、えーまあ、話し合いによって、えー、妥当な結論を見いだし、えー、さらに、 話し合いを通じて、思い違いを解除してっていうのは、情報についての思い違いだけじゃなくて、こいつ中国人だろう、こいつ在日だろう、こいつなんとかだろうみたいなね、そのカテゴリーによる思い違いも全部排除してやっていけるっていう、もうそういう提案も、かなりあの何て言うんだろう、提案をその通り実現できたところでは、もうかなりすごい成果を上げてるんですよね。 上げてるにもかかわらず、でも例えばあの僕自身の反省から言うと世田谷でもそのコンセンサス会議とかあのそういう熟議的なもののワークショップをやるほんと参加してくれる人たちってねあこれ無作為で選んでやるんですけどこれ無作為ってことが大事なんだけど、うん、あのものすごい力を発揮するんですよこんなにすごい力を発揮するのにっていうのと、うん、<laughs> しかし、えー、そこに関わってる人 以外の人とのこのこをどうすればいいんだろうっていう問題をね、あのなかなかその橋渡し、あるいは解決としての橋渡しっていうのが、えー、見通せない状況にあるっていうところが、この10年間の僕の反省で、さて、それをどうするのか、えー、アソシエーショニズムも正しい、コンセンサス会議、あのコンセンサス・ディシジョンメイキングってやつです、うん、なぜかコンセンサス会議と訳してますけど、とか、熟議付き住民投票。 まあ、世論調査ででもいいですでそうしたものの有効性は十分に分かっているにもかかわらず、えー、なんか全体として、あの政治学者もそ,そう考えているように、なんか民主主義がそこに向かっているというよりも、むしろ離れている感じがしてるんですよそれはケンブリッジ・アナリティカによるですね、うん、いわゆるあの非常に、えー、戦略的かつ巧みな世論操作の方法。 これはあのマーケティングリサーチでもともと使われていた80年代以来の方法を政治の世界に使っちゃってるんですよね。えー、人を、まあ、ケンブリッジ・アナリティカでいえば35ぐらいの累計に分けてそれぞれの累計ごとにどういう感情のフックに引っかかるのかっていうことをベースにしたリアルタイムなですねその時々の,その時事的なネタで,ネタで釣っていくというやり方がもうどんどん,どんどん進行しちゃっている。 いうだからギャップをどうするのかっていうことがすごいでかい問題だなと思いますね。はい えー、コメントの方でダースさんまだ喋ってないというのを来てますダースさんちょっと今までのところで一言受けてでその後、えー、斉藤さんの方に、えー、今宮台さんからあったそのアソシエーションのちょっと定義をもう一度していただいて、まあ、基本的に資本主義はやばいぞというのはみんな気づき,気づきつつあるとで、まあ、その対処法もなんとなく出てきてはいるんだが、えー、その対処法をどうやって、まあ、簡単に言うと一位の人々に 行き届かせるかという、そこの問題点ということなんですが、田さん、今までのところでもし気になるところがあれば、発言お願いします。そうですね、まあ、あのー、しゃべるきっかけを失ったため、もう、まあ、娘がいたんですけど、さっきまで。はい。いましたね。娘にも話を聞いてもらおうかなぐらいに思ってたんですけど、うん、えっと、まあ、今の話で、まあ、今、ョルさんが、あのー、もう宮台さんも例えば、 みんなが気づいているとかみんなが分かっているという前提と、うん、まあその前に話していたもう島を中華して橋渡しも難しいっていう前提が実はあるため、うん、全然みんなは分かっていないしうん、うん、みんなは気づいていないっていう状態が多分僕は前提だと思うんですけどうん、うん、<laughs> なので何だろう、えー、と例えばここで4人で話しましたそれで見てる人もコメント見てるとそうだそうだと、うん、言っているこの現 っていうみんなが気づいているっていうだけの話なので。うんうん、で、例えば、あ,のー、ある種のさっきの PTA の通じる範囲っていうのは、例えば、じゃあ300人今見てますっていう人たちが、そうだ、そうしようっていうのをお互いやっていくっていうのは、多分機能する単位になりうるんですけども、うん、これが、あのー、それこそ極端な話、地球は平面だと言っている人たちに、うん、が分かっていて気づいているのかとか。 あのいや今、テキサス、雪が降ってるっていうことは、これは温暖化はなくて、冷却、うん、に入ってるんだって言ってる人に分かっていたり、気づいていたりするのかとか、うんあ、あるいはそういった人たちに分かってもらう必要があるのか、気づいてもらう必要があるのかとか、そそもそも論でねしかもその分かってもらおう、気づいてもらおうという態度を取った瞬間に、うん、ほら、あのー、インテリがまたそういったことを言い始めたという態度を取るっていう、その感情自体は正しいんではないかとも思うし。 あの同時にえー、とまあ、そういった今直感として何かおかしいことが起こっているさっきジョーさんがみんなが気づいてるっていうのは何かに具体的に気づいてるんではなく直感的な違和感を感じてるっていうレベルではかなりの人数があのそういった違和感を感じてると思うんですけども例えばアメリカでそれこそその陰謀の Q アロンとかを信じてる人たちも直感としては違和感を感じて今のこの状況はおかしい何かおかしい絶対おかしいっていうのに対する答えが、まあ、全く違う答えをあの <laughs> に手を出していていしかもそれは非常に彼らにとっては確からしい答えであると。うん、でそうすると「いやあの地球は温暖化してるんだよ」とか「マスクをした方がいいんですよ」とかっていう話はあのむしろ本当に非現実的な嘘を言っているっていう話になっていくっていうのがまあ僕はすごいあのー、まあ、今の話聞いててもじゃあこの話をどうしようかっていうところが <laughs> まあ本当に難しいなと思う。 思いましたなんかあのー、まあね人申請っていう言葉自体もねそれこそちょっと僕この間あのあのあ天気の子で主人公が読んでる本のタイトルに人申請ってのが実は出てきててそういうなんだろうあのキーワード的な忍ばせ方だったりあるいは まあさっきねコメント見ててそのニュースを娯楽で消費するのは同,情同意できないっていうコメントがあって僕はその気持ちもわかるんですけど同時にある種のその楽しいものだったり考えるっていうか参加することのワクワク感が生じるようなアイディアっていうものがその資本主義じゃない生き方っていうものが楽しかったりワクワクするっていうものっていう提示の仕方をしていくっていうのがまずは まあ一歩目になるのかなっていうのがまあ今お二人の話を聞いてたところの感想ですね。なるほどね。うん。まあ本当はそこからやっていかなきゃいけないんでしょうけど、えー、まあとはいえ時間の限りもあるので、えー、まあそれを別にあのー、スキップするというかあのー、なんていうのかな無視するわけではないんですが、多少ごめんなさい、えー、進行的に進めさせてはいただきますが、宮田さん今のダースさんの。 えー、サジェスンいかがですか。これなんか画面がぐるぐる回って固まってるけど、<え>声は言ってんのかな。大丈夫なのな。声は大丈夫ですよ。大丈夫ですか。うんうん。あのダイさんがおっしゃってることはとてもあの大事なことですよね。うん、もちろん。壁を突破できなければいけないわけだ。うん、うんね、あの実はあのダイさんが今おっしゃったことって、うん、あの1920年代のヨーロッパでは既に話題になっていたことだよね。つまり。 資本主義が最も発達していて資本主義がもたらしている矛盾が最も激しいはずのヨーロッパでどうして革命の機運が <laughs> 全く盛り上がらないのかっていうことだよね。でこれを議論した人はたくさんいて議論した人たちを一般に欧州マルクス主義者って呼んでるんだけれど一番有名なのは多分ですね、えー、有名じゃないのも多分昔有名だったクラムシっていう人がいて。 でこれはね、運動をする上では、まあ、彼はあの極中期を書いてるんだけども、あの株構造、上部構造論なんて、この話も多分皆さん通じないな。結論だけ言うと、人々、意識が変わらなければダメで、はい、でその意識は、ですね制度を変えることによっては変わらないで、なので、意識を変えるための文化的な活動が非常に重要なんだってことを言ったんですね。それは例えば天気の子に の人申請のタイトルの本があるみたいなことから出発するような何かです。あるいはね、同じようなことを言ったのが、あの、ジョルジュ・グラムし、あ、違った、あの <laughs>、えー、ルカーチっていう人がいてね、ルカーチっていう人も全く同じ問題設定の下で、しかし、尺、ま、俯、あ、ですよね、オルグ。まあ、オルガ,、まあ、オルガナイズですね。うん、えっと、まあ、要するに説得をしてあの、こちら側に引き寄せていくっていう活動が必要だっていうふうに、 言ったんですよねで意識を変えるためのコミュニケーションがまずないと、えー、その矛盾がかなりあの大きくなった社会でしかしその社会を変えようっていう動きは基本出てこない出てこない理由は、えー、もうそれも彼らが言っていてあるいはローザルクセンブルクとかも言っていてあの単純に言うとあのそれでも今生きていけてると革命を起こした時に俺は生きていけるのか。 革命をした後に一体どういう政治がなされるのか、皆目わからない、つまり情報の非対称性というか、不完全情報がすごくあるんだよね。うん、もちろん革命を、えー、真剣に考えて信じている人はいや、確実に来るっていうふうに思ってる、しかしそうじゃない人はあまりにもリアリティが確実している、飛躍的にですね、変わるっていうふうに、えー、想像できるのでそ、そんなことはやっぱりやらないほうがいいんじゃないかっていうふうに 思ったりするでそういう人間に対していやむしろ、えー、革命、まあ、革命って言葉が、ね、あの嫌だったらば何か大きな変革が起こって以降の社会の方が、えー、こんなに幸せになるし、えー、その幸せに,なに向かうための方法は現にあるしでみんながそういう方法をとってくれたら必ずそうなるんだよっていうふうに、ね、言っていくようなやっぱ活動が重要だっていうふうに言っていたんですよね。うん、ところが あの欧州マルクス主義者の言うような、まあ、彼らも、まあ、いわゆるあの人によってはトロツキストの一部、まあ、スターリニズムを批判する人だっていうふうに考えていたわけだけど、まあまあ、い,いやスターリニズムも皆さん分からないだろうからあの要するにソビエト的なっていうふうに言ったらいいと思う中央集権的な行政官僚制で人々に命令をしていけば何とかなるっていうふうなね、えー、そういうのではだめだってことは分かってるけれどもしかしじゃあそうではないオルタナティブな あの大きな変革に向けた方法ってどういうものがあるんだろうってうことについて、実はその後議論が途絶えちゃってるんですね、ずっとね。うんうん、で、斎藤さんのほうがその意味ですごく良くてね、えー、つまり、えー、世代交代があったってこともあって、昔のしがらみとか記憶は一応、横に置いた上で、さて、えー、どういうふうにコミュニケーションしていこうかっていうふうに、なんかスタートラインに立ってる感じっていうのが今だと思うんでね。うん うん、なので、うん、何かそんな新しいことが起こってるわけじゃない、うんえー、単にわれわれが忘れちゃっただけだっていう面がね、<laughs> 基本あって、うんえー、しかしわ、忘れちゃった以上ですね、どうして忘れちゃったんだろうかってことを考える材料は十分にあって、したがって仕切り直すことによって、あの何か新しいステージを切り開ける可能性っていうのはね、僕は十分にあるとは思ってますね斉、はい、藤さん、うん、今のいかがですか。えそうですね 斎、うん、藤さんに、あのー、多分この後と、かっと話してもらう前にけ、うん、の忘れちゃったっていうのと、あのさっき斎藤さんがその貨幣の話をされたとき、あとそのマルクス、あのーまあ、要は覚えてなかったり、もうあの知らない世代、あのー、要は記憶がないっていうのを、一つの,その資本主義的なものが広がっていく上での非常に重要な機運だと思っていて、記憶がない、何も覚えてないっていうところに、ある種数字、あのーまあ、コストだったり。 あの数値化された価値っていうものがどんどんインストールされていって、であのまあ、全部数字で判断、新自由主義的なあの考え方っていうと分かりやすいと思うんですけども、まあ、基本的にこの数字がどっちが上か、どっちが儲けてるかとか、どっちが、あのー、持ってるかとかっていう。 ある種その記憶の代わりにそういったデータみたいなものにしかあの依拠できなくなっている人がすごい人数に増えていってるっていうのがあ,のあってでそこにもう一回記憶を再インストールするっていうのが、まあ、そのグラム氏とかが言ってる文化による気づきだったりもすると思うしあの斉藤さんの今回の本の意義最初にあの僕はなんかちょっとふわっと言っちゃったんですけどもやっぱある種その記憶の再インストールっていうか記憶がない人たちに あのー、考えるベースをもう一個別のものをインストールするっていう役割が斉藤さんの方にあるんじゃないかなっていうのが、あのー、結構この20万部売れてるっていうのは実はこれはポッ,プポップなことでもあるので。確かに、あのー、っていうことはそれはあのー、ある種の新しい記憶がインストールされる可能性っていうことにつながるかなで読んでて面白いっていうのがある種その文化的な意味での享受できるっていう、うん、読書の楽しみ的なものもあると思うから。 それもあのさっき言ったそのグラム詩的な入り口につながるんじゃないかなっていうのも思いました。なるほどはいということなんですが、じゃあこの後斉藤さん受けてお話をなんですが、もうあのちょっと遅れて始まっ ったっていうのもあるんですが、二十二時半回ってますので、ここから先はごめんなさい、会員限定コンテンツとさせていただきます。えー、スタッフの方で会員限定コンテンツのバナー出してください。えー、深掘り TV バージョン2、今年から月2回の配信で月額五百五十円とさせていただいております。 えーまあ、3月4月もずっと月2回で配信しますし今月は前回が東洋樹さんの回だったんですが会員登録していただきますと前回の分もももちろんタイムシフトでフル尺でご覧いただけます会員登録して皆さん今日も最後までご覧ください、えー、じゃまもなく会員限定コンテンツに切り替えさせていただきますえー、登録しない方はここでお別れになっちゃいますが、えー、本当に今ダッサン この人申請の資本論の意味改めて解説していただきましたが売れてるということのその意味でございますね、えー、よろしかったらこちらの方もぜひ読んでくださいよろしくお願いしますさあそれでは会員限定コンテンツに切り替えます大丈夫ですかスタッフの方準備していただいてここからは会員限定コンテンツ皆さん最後までご覧いただくには登録の方よろしくお願いします